This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. どうも皆さんこんにちは、ディビオンの森坂です。今日はね、9月25日に東大阪市の花園ラグビー場と、その隣に竣工されたウィルチャースポーツコートというところですね、ディビオンドの事業の一つであるラグビーキャラバンを実施してきましたんで、改めて、この機会にラグビーキャラバンのね、趣旨であったり内容だったりね、そんなことをちょっとお話しできたらなと思います。で、まあ、このラグビーキャラバンの趣旨なんですけど、ラグビーっていうスポーツがね、本当に非常に注目を浴びるここ近年迎えてきた中で、まあ、ラグビー、車椅子ラグビーの魅力をね、改めて、こういった形でイベントを開催して、まあ、全国に、まあ、両競技のファンを作って全国的な普及と、まあ、多様性ですね、の認識と共生社会の実現を目的として、このイベントをやっています。形としては子どもたち向けにタグラグビー、車椅子ラグビーの体験会っていうものやったり、もう一つはトークショーというのを実施して、まあ、そこでは年齢問わずさまざまな世代の方にご参加いただいています。実はもう10年前ぐらいからこういうことやりたいなって企画は温めてたんですね。ただまあこう東京パラのおかげでこう車椅子ラグビーってすごい認知度上がりましたけども、やっぱ車椅子ラグビー単体だけだとなかなかねイベントとして成り立つのは難しいっていうところで、そこでラグビー元日本代表の広瀬俊明氏と出会ってですね、この人ならきっとこの企画に賛同してくれると思って、まあこの企画をやりたいなって伝えたら、もう心よくええやんええやんやろうって言ってくれて、さらにまあこうもっとこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかってアイディアをもらいながら、まあやっとこういう形で、イベントとして、成り立たせることができるようになりました。じゃあ次は実際体験会の内容についてですね、まあ体験会は主に体を使った体験は子どもたちがメイン、小学生とか中学生をターゲットにしています。の子どもたちに、まあ、タグラグビーと車椅子ラグビーをそれぞれ体験してもらうって感じですね。まあ、意図はラグビーっていうスポーツを通して、まあ、同じラグビーでもいろんな違いあって、それも工夫するとみんなが楽しめるっていうところをちょっと意図に、この体験会を子どもたち向けにやっています。で、まあ、車椅子ラグビー体験は、まあ、どんなことやるかってやっぱり競技専用の車椅子に乗る機会もそうそうないので、スポーツ用車椅子っていうものの操作を体験してもらうことと、あとはやっぱり車椅子ラグビーの一番の魅力、特徴であるタックルのところですね、タックルの体験というものをやっています。まあ、車椅子ラグビーっていうのは基本体育館でやるインドアスポーツなんですけども、まあ、主催者の人のリクエストに、まあ、よっては柔軟に応じて、駐車場でやったりとか、まあ、駅前の広場なんかでもやったことがあります。で、今回は冒頭でもお話ししましたけど、東大阪市さんが去年竣工したウィルチャースポーツコートっていうところですね。これ実際屋外型なんですけどね、ここで実施させていただきました。ここはすごいんですよ。屋外なんですけどね、ラグビー、車椅子ラグビーのコートだったり、車椅子バスケとか、あとテニスとかね、あと車椅子ソフトボールとかボッチャとか全部もうこのコートの中にライン敷いてくれていて、もう行ったら競技の車椅子とか持っていけばいつでもいろんなパラスポーツが楽しめるっていうすごいコートなんですよね。で、まあご覧の通り屋外型で、まあ、天候の影響は受けるんですけども、いや、ここはもうすごいいいところなんで、ディビヨンドでも近々ここを使って、まあ、いろんなパラスポーツが体験できるようなイベントをちょっと実施したいなっていうふうにちょっと野望を企ててるところです。で、まあ、今回これはみんなね、よく見るとラグビー用の車椅子じゃなくてバスケット用の車椅子を使ってるんですけど、これ実は東大阪のこのウィルチャースポーツコートで、保管してある東大阪市さんのもちろん20台用意してくださって、まあ、みんなが体験することができたんですけど、今のところちょっと D ビヨンドで抱えてる車椅子で、僕個人で抱えてるのはラグビー用の車椅子3台ですね。まあ、庄司も2台ほど持ってるんですけども、やっぱりこう車椅子ラグビーって4対4でやったりとか、まあ、台数がたくさん必要になってくるんで、まあ、この台数だとやっぱちょっとできることが限られてしまうっていうところは、まあ、現状の課題なんだなっていうふうには思って
います。でまあこうラグ車欲しいんですけどね、やっぱり高価なんですよ。1台100万から110万ぐらいするっていうのと、まあ見ての通り結構幅も含めて大きな車椅子なんで、これを何台も保管するってなると、まあ、保管場所っていうのも結構ハードルが高くなったりします。で今回はね、これうちはスポーツコートって言って車椅子でも使いやすい場所なんですけども、まあ、さっき言った駐車場であったりとか、ちょっと石畳的な駅前広場であったりとかっていう経験もあるんですけども、そんなとこもね、なんかどんな場所で言われてもこうさっと簡単に引けるフロアみたいなものがあると、いろんなところでもどこでもできますよっていうようになるんですよね。だからまあラグ車保管配送ね、その辺でだってくれる人とどこでも敷けるようなフロアみたいなのをサポートしてくれたら嬉しいなって思ってるんで、お待ちしております。でまあ今回は実際に子供たちに操作の体験としてタックルしてもらいました。こういうタックルってね、意外に女の子の方が度胸があって、強さも大強さでやってくださいみたいな女の子の方が多かったりするんですよね。これは鬼ごっこしたのかな、確か無我鬼で全員を30秒以内に捕まえるって言ったんですけど、実際これコートの中に20何人いたんで、物理的にちょっとダメだったんだね。時間設定が1秒以内に1人捕まえないといけないっていうところで、なかなかきつかったなと。でこれこの日すごい天気良くて30度近かったんですよね。10月近かったのに。でも僕ら頚髄損傷という障害なので、汗をかけなくなってるので、この太陽の熱どん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 体が熱が汗で逃がせなくて吸収していっちゃって、本当暑さ弱いんですけど、そんな中でもこうサポートしてくるボランティアさんの方がね、氷水とか霧吹きとか冷たいドリンクを随時支援しながら用意してもらって、ちょっとギリギリのところでやってました。まあ本来なら体感でね、涼しいところでできるともっと高いパフォーマンスをちょっと発揮しながら、みんなを驚かせるようなこともできたりするんじゃないかなっていうふうのも思ったりするんですけども、まあこういった場所でもできるっていうところも一つこのラグビーキャラバンが示していけることなんじゃないかなっていうふうに思ってます。これ子供たちね、もうまだ20分ぐらいしか乗ってないのに結構もう上手に車椅子操作しちゃうんですよね。もうだんだん疲れてきてますよね、これも動けなくなってくるっていう状況で、なんかこう、まあ、言ってもね、もう現役も引退してるんで、ブクブク以前の動画でも正直に指摘されましたけども、ブクブクしてきてますので、ちょっともうちょっとこういうところですごいなと思うような動きができるように、ちょっとダイエットとトレーニングをしなければなというふうには思っています。もう見てもらったら分かると、子供たちも漕ぎ方とかめちゃくちゃ上手になってるんですよね。本当は結構難しいんです。最初慣れるまで相当大変なんですけど、なんでこう簡単に追いつけなくなってきてるんでね、こういった形でもう気がつくと、もう右左行ったりとか、まっすぐもう体幹使ってね、すごい力強く漕いでる子供たちがいたりとかして、まあ、こういった感じで自由に体験をしてもらいながら、もう楽しさとね、難しさと、また障害のあるアスリートのパフォーマンスみたいなところをちょっと感じてもらえるような時間を作ってるっていうところが、このラグビーキャラバンの車椅子の操作体験だったりですね。何本やるんだって、これだから50-60人弱を半分半分に分けて1時間ずつぐらい、合計朝からね、昼まで2時間ちょいくらい、ずっとこの炎天下の中、子供たちと鬼ごっこしたりタックルしたりみたいな、ずっとやって、見てもらったら分かる通り日陰がなくて、でこれ最後ね、体験会終わって、まあ、今日どうだったっていうのを体験してみてね、体験大したさ聞いてみたりとか、でやっぱこう違いでもこう工夫することでこんな楽しいことができるってあったりとか、まあ、そういったことを本当に伝え、言葉で伝えなくてもこう体で感じてくれることで、ね、子供たちもすごいこう楽しんでくれて、最後にはこうラグビーメインで来たんだけど車椅子ラグビーの車椅子の方が面白かったなんて言ってくれる子たちがいてね、本当にこう毎回これをやってる意義というか、そういったものを感じてますね。とにかく暑さで、あと最終的に一人だけ日陰に入ってるっていうすげえ失礼な状態だったので
通子供たちを日陰にいて自分が日向で締めの言葉を喋んなきゃいけないんだけど、あーとにかく暑かった。もう終わった後にえらい日焼けしてましたからね。はい。で、車椅子ラグビーの反対側ではね、こうやってタグラグビーが、ラガマンと一緒に体験できると。これで今回はね、東大阪っていうことで、花園近鉄ライナーズさんの選手とご協力いただいてやってもらいました。僕もやっぱり今でも有名選手との触れ合いの時って緊張とワクワクが止まんないんですけど、やっぱ有名選手とのこういった時間って本当かけがえのないものになると思うんですよね。こんな感じでやっぱ開催地域のラグビーチームの経験者のサポートを受けて、こうやってタグラグビーの方も楽しく貴重な経験をしてもらってるんじゃないかなと思います。これも広瀬さんのおかげですね。で、午後はトークショーをやります。ここではもう世代問わず、いろんな世代の方が、ね、一緒に集まってくれて、こんな感じで、ラグビーの魅力っていうところをね、語らせてもらってます。で、まあ、このラグビーキャラバンの共同復帰人の広瀬さんなんですけどね、まあ、言わずと知れた有名人ですけども、本当に今一言で言うとナイスガイですもん。彼の考え方、アクション、すべてにまあリスペクトと刺激ももらってるし、これまでこんなことやりたいけどって悩んでた時も、彼と出会ってやっぱ彼の行動言動見てると、やっていいんだ、やってみることがまず大事だってことを教えてくれました。ほんで、なぜやるのか、やってみたことでどんなことが起きるのかっていうことを考えながらやるってことが大事ってことを本当に彼のおかげで教えてもらって、そのおかげでこのラグビーキャラバンっていうことも実施まで持っていけたんで、本当に感謝しています。はい。まあ、ここまで駆け足でラグビーキャラバンのことをちょっと話させてもらいましたけども、本当にこう、この授業って、やっぱりこう、ラグビーっていう一つのキーワードで、いろんなことを体験してもらったり感じてもらえるイベントにできてるんじゃないかなっていうふうに思っています。本当にこの終わった後の子供の笑顔だったり、特徴でいろんなこう、うなずいてくれる人たちの顔が、まあ、それを全て物語ってるなと。思います。本当にこう違いも工夫していろんなことをできるように変えていく、またいろんなことに挑戦することの大切さみたいな、やっぱラグビーキャラバンでと伝えられてるんじゃないかなと思います。でね、このラグビーキャラバン今回で4回目でしたけど、もっといろんなところでやっていきたいと思いますので、今回の動画見て、ぜひうちにも来てほしいと思った人はぜひ D ビヨンドに問い合わせください。それではここで終わりたいと思います。D ビヨンドの三坂でした。バイバイ。 This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone frog.